はい、恐れさんです。風来の試練4プラス、浜辺の魔導やっていきます。前回はですね、これ録音してる？大丈夫だな、うんすいません。前回は 54F でガラ中級魔導士にやられました。いやー、あれ痛いですね。壁にニョロニョロっと入ってね、死んじゃいましたわ。で、あの時は壁抜けと気配察知2つ持ってたんですけど、隕石と守護石のね、武器立てセットを待っているうちにですね、まあ装備をね、こう付け外し付け替えながらやってて、まあそれでなんかね、あれ運が悪いとは言えないですよね。で、もともと最初ら辺に拾ってた、騎馬の、武器立てセット、あいつをね、早いうちから成長させて、まあ共鳴効果をね、狙っていけばよかったんですけどね、まあ、ちょっと判断ミスというか、やはりこの辺がね、ちょっともう少しね、きちんと判断したいなと思いますね。よし、獣と鉄、獣で行くか。で、実はね、はい、これ到達度 56F になってるんですね。オフの間に進めていたらですね、なぜか 56F まで行っちゃいまして、急遽死にました。オフでは、あう、ふくふく、オフでは一応ね、収録時に、到達した最高到達回数以上は進まないようにしようと、まあ俺の勝手なんですけどね、考えてやってたんですけど、ちょっとミスっちゃいましたね。あ、二択屋か。でも金がね、ちょっと足りないな。でね、いろいろやってて思ったのが、気配察知一つだけでもなんとかやりくりすれば、そんなにね、敵の攻撃を受けずに進めるなっていうことが分かりました。なかなかね、壁抜け使わずに、進めたのはかなり手応えがあったというか、自信がつきましたね。で、まあアイテムのね、つきも良かったかななんて思ってるんですけど、これね、二択やか。まあいっか。まあ、今回もとりあえずまずは 30F まで余裕を持っていきます。そこからですね、飛びつき、これはいいぞ。おっとっと、飛びつき、樫の杖、鈍足、もしくは、魔導の杖だけど、とりあえず鈍足にしときます。で、雷神の札、当たれ、ゾワゾワ、よし、いいぞ。なかなか最初はいい感じですね。で、そろそろクリアしたいなぁと思ってますね。え、どんだけ潜んねんと。まあパート数が多いだけで、そんなに潜ってる回数は多くはないわけでもないですけどね。オフでは相当潜ってますから100回近く潜ってますからね、この浜辺の魔導だけで。なんとかしたいですね。お、腕が来た。なんだ、あるか、装備するか。なんだろう、回復でもないな。で、腕輪がもう一つ、壁抜けでもない。え、ダイヤモンド、じゃあダイヤモンドも装備しちゃおう。壁抜けじゃない。43、回復でもないな。幸せでもない。よし、まあじゃあこれできますか。お、お店、お、なんかもしかしていいのかな、流れが。じゃあパール、値段識別します。5000、いいぞ。裏道かな裏道だといらないな。早く識別したいですね。
で、交換ダイヤモンド、ダイヤモンドは3000。じゃあしばらく3000の腕は装備しときますか。3000、まあ5000でもいいかな。で使い捨て売っちゃおうか、これはね。で草、35、これ100ですね。よいしょ。で薄紫300。で、群青これ50、薬草ですね。薬草は覚えた薬草と復活覚えた。あともうちょっと覚えてるんですけど、800。あ、間違えた間違えた、800ね。800後で読むか。トラマキ84200。あ、300の封印かな。200の300の封印っぽいですけどね。とりあえず封にしよっか。200のあれじゃないっすよね。240にはならないよな。しびれ刀福60、正気度、いや怪しい壺、怪しい壺1150。まあいいや。5000、石8、しびれ刀、あんまりいいもんないな。じゃあとりあえず使い捨て売っちゃうか。1050。とりあえず戻ってこよう。モンハオがあったら怖いしな。じゃあ一旦出ます、まあ、このフロアでモンハオってないっすよね、さすがに。あ、そういや鉄の盾売るか。よし、草オレンジ、よし。あ、また盾だ。錠前。で、巻物とカバー。こっちから行った方がいいか。お、来い来い。よし。おっとと。とりあえずじゃあ使い捨てを置く。鉄も売っちゃおう。あとはあとはいっか。でオレンジ35100ですな。あともう一個巻物800、2枚か。さてと、じゃあどうしよう。しびれ刀はいいっちゃいいけど3200か、高いな。これなんだろうな。1150、石買っとくか。これだけでいいや。あとはいいよな。よし、じゃあ行こう。100の草飲むか。毒消し
巻物読むの忘れたってか、いっぱいいるじゃん、いっぱいいるじゃん。よし、石でいくか。これ装備しとこう。三角の壺、クワの杖、空っぽね。あ、やり過ごしか。はいはい。石、また石だ。武器が欲しい、武器がないかな、ないかな。ないか。おっと、こっち通路か。杖、ウィロー。これ雷光です。また盾かよ。多いね盾。ギャドンだよ。エビスの札。最近ギャドンの盾が結構使えるっていうことが分かってきましたね。ギャイラスとかね、ちょっと生意気なやからが多いんでね。生意気だね。黄色バナナどうしよう。で、まあ、壺がないんだな。じゃあ行きましょうか。はい、5F。ギタンか。ここ、旗嵐いるんだよな。おい、当たれ。どうするかな。食べるか。よし、読めない、読めない、読めない。オーラ持ちか。まあ、大丈夫か。よし。エビス。加速だ。そこっすよね。ちょっと見逃した。どこだ。うん、加速ね。オッケー、いいぞ、加速いいぞ。さてと、リターン、青い草。5000の腕輪はこれかもしれないんだよな。間違えた。5000だったっけな。でも、あ、やっぱりこれ水雲ですね。水雲、水雲。ちょっとこれで回復が楽になるかな。あ、間違えた。まあできればね、早く壺が欲しいですね。だったらこっち装備しよっか。これ3000の腕輪が何なのか。混乱避けならいいんですけどね。
もうアイテム草にされてっかな。お、大丈夫みたい。木バナナ、あれはまた盾だ。隕石、おおおお、本当ですか。いいんじゃない。いいんじゃないですかね。やっぱ封印か。3体寝てるか。バナナと草。黄緑。アイテムがいっぱいだ。なんか捨てなきゃいけないか。まあ、とりあえずちょっと置いときますね。これはいけるかな。よし。通路か。下から行きましょう、じゃあ。おっと。攻撃力上がってるね。2ダメージ。なんか置いとこうか。どうしよっか。薬草飲むか。8。これ読めるね。300の巻物ってなのかな。300識別か。間違えた間違えた。ここで読んじゃおう。これにするか。睡眠よけ、やったー。じゃあこれ持っていこう。識別お払いすれば使えるね。よし。おっとっとっと、ごめんなさい、ごめんなさい。階段下か。よし。100% の飲む高飛び。バナナがある。バナナを持っていきたい。じゃあ豚足飛びつき皮置いとくか。よし。バナナだ。あ、食糧難には悩むことはなさそうですけど。弓は置いとこう。よし、じゃあ行くか。じゃあ巻物読みます。こっち読むか。うちなし、終わっちゃったじゃあ行こう。はい、7F。